じゃあ飲みます。今日も無糖レモンで。うめえ。今日はワンパンプレート、ワンパンパスタを作っていきたいと思います。今流行りのでカルボナーラ作りたいんですけど、ベーコンがないのでウインナーでちょっと代用したいと思います。材料ウインナーに、これ昨日の残りもも使いましょうかね。よし、これをとりあえず調理しよう。5本ぐらいちょっと使ってみますね。ちょっと多いかもしれませんけども、ちょっと急遽変更でナポリタンにします。カルボナーラじゃなくて、カルボナーラは明日しますね。よし、ナポリタンにしよう。ナポリタンに急遽変更になったんで、ナポリタンでいきます。これ具材をね、とりあえずタッパーじゃなくてこのお皿に入れていきます。よし、ナポリタンにしよう、今日は。はい、次。あ、もうなくてはならないやつですね。はい。玉ねぎを入れていきますよ。ナポリタンにはね、玉ねぎは必須ですね。そしてね、ワンパンナポリタンを作りたいんですけども、なんか1分多めで茹でた方がいいということなんで、この5分茹でのやつを6分で仕上げて、ワンパンパスタ、流行りのワンパンパスタを作っていきたいと思います。塩はですね、いると思いますので塩を入れていきましょうか。いただきまーす。このワンパンプレートで正しい作り方かちょっとわからないんですけど、もう今の段階でですね、野菜とかウインナーとかも入れてしまって茹でてる状態に します。そして僕は知ってます。ここにですね、まずバター。まあこれは間違いない感じだと思いますけど、まずバターですね。これは入れないと美味しくないです。で、次がですね、ちょっと隠し味なんですけど、あんまりみんな知らないんですよね。何を入れたらいいのか、ナポリタン。オーソドックスな。ケチャップ入れましょう。
何でも何でも入れましょう。ブラックペッパーですね。そしてですね、あの隠し味で一番入れてほしいのはこれです。牛乳を入れるとものすごく美味しくなります。このぐらい。ものすごくまろやかになって、ここが深いナポリタンになります。で、あとは盛り付けるだけですね。酔っ払いのナポリタン完成です。私の景色です。なんかナポリタンって牛乳入れるだけで全然違うんですよ。ぜひ牛乳かけて食べてみてください。日本の料理ですね。いただきます。うまそう。じゃあナポリタンいただきます。うまい。おいしい。ワンパンプレートありですね。野菜たちも美味しくできてます。うん、うまい。カルボナーラから急遽ナポリタンに変更になったんですけど、次はカルボナーラで作りましょうか。ワンパンでね。ワンパンにはまるそうだな。うまいな、やっぱり。ウィンナーもうまいっすね。
全部の食材たちが元気よく絡まり合ってものすごく美味しいです。